前沢友作さん、宇宙から全員お金送りを19日午後6時に開始、電子マネーで配布全員に当たります。日本の民間人として初めて国際宇宙ステーション ISS に滞在している医療品通販大手ゾゾ創業者前澤友作さんが18日宇宙から全員お金送り、 というタイトルで自身の YouTube チャンネルを更新。19日18時から応募者全員にお金を送ると告知した。18時以降、前澤さんの Twitter、Instagram、LINE の公式アカウントから URL にアクセスすると金額が抽選で決定される。前澤さんは全員に当たります。 下は、いくらから上はいくらまでいろんなバリエーションがありますと特徴を説明した。その上で、アプリ、寄付タウン上で基本的な情報登録を済ませると、当選した金額が電子マネーで受け取ることができると説明した。また、抽選期間を一定の間確保するため、受け取ったお金を使えるまで、 しばらく時間がかかることも説明した。宇宙にいる前澤優作さんに話を聞いてみた。2021年12月17日。TwitterFacebook。お問い合わせ。日本の民間人として初めて国際宇宙ステーションに滞在した実業家の前澤優作さんにクローズアップ現代プラスの堀アナが 宇宙と中継をつないで直撃取材。ではまた地球でそう。締めくくられたインタビューには自分探しのヒントが盛りだくさんです。インタビューは12月13日に実施しました。浮いて寝るって難しい。堀アナ、よろしくお願いいたします。クローズアップ現代プラスの堀と申します。 はーい。堀さん、よろしくお願いします。前澤さん、マイクが浮いて回ってますね。最初からアメージングな映像、ありがとうございます。宇宙での6日目を迎えられましたけれども、そちらでの生活はいかがですかだいぶ無重力感にも慣れてきました。最初は寝られない感じだったんですけど、 寝る方法も身につけ始めまして、地上と変わらないような生活リズムで暮らせてます。前澤さんがツイッターに投稿した画像、睡眠はちゃんと取れるものなんですか最初は浮いたまま寝ることに、すごく違和感があったんですが、自分なりの寝方を見つけまして、それを取り入れてから寝れるようになりました。 小さな部屋の中で足を突っかえ棒みたいにして背中を壁にくっつけて寝るように寝てます。ええー、ちょっと説明が難しいんですけども何かにこうくっついてないと何か寝た気がしないんですよね。浮いて寝るって結構難しくてその辺の感覚も板についてきているというわけですね。そうですね。 ロケットの居心地は良かった。訓練を入念に行ってきたと思うんですが、実際の打ち上げでは体にかかる負荷や不安、恐怖はどんなものでしたか。はい、実際のロケットのローンチ、打ち上げではソユーズが素晴らしいのか、全く体に負担もなく、揺れたり大きな音がしたりというのもほとんどないんですよ。 当然、重力加速度、g はかかりますが、それは散々訓練でやってきていたので、別に何の恐怖感もなかったですね。もう終わっちゃったという感じで、もっと絶叫マシーンみたいなものを想像してたんですけど、意外と静かで、スムーズでびっくりしました。想像していたよりも、宇宙は居心地いいですか ロケットはすごくいい心地よかったです。また乗りたいなと思います。宇宙空間、ステーションに入ってからは、やっぱり皆さんおっしゃる通り、モーションシックネス、宇宙酔いが若干ありました。最初の2、3日は、それに慣れるまで、少し気持ち悪い状態が続きましたけど、もう今日あたりは全然違和感ないです。 人類の未来に思いを馳せて、出発前の会見では、この体験を通して考え方や価値観がどう変わるのか期待していますというお話をされてましたけれども、実際に行ってみてどうでしょうか今のところ気持ちや考え方に大きな変化はないですね。 ただ、なんとなく予想するのは、地上に降り立ってから何か変わるんじゃないかなっていう期待はしてます。やっぱり、ステーションの中には最先端技術が積み込まれていて、いろいろな実験が繰り返されてますので、数十年後のこの人類の歩むべき道の一辺を見たというか、真剣に実験を繰り返す飛行士の皆さんたちの、 真剣な眼差しもすごく印象的で、これが未来の人類の進んでいく姿なのかなみたいに、ちょっと見てます。宇宙に行ったことで地球で暮らす人類の未来に思いを馳せていると、本来は我が素晴らしい地球に永続的に人間が住み続けられれば、それが一番いいとは思うし、 宇宙に来て改めて地球の素晴らしさを体感してるわけですけれども、それ以外の部分で言うと、やっぱり人類っていうのは、この未知の宇宙というものに大きな可能性を見出していると思うんですね。そういう意味で、この新しい未来に向けてのいろいろな実験がここで行われているのを目の当たりにしたときに、 本当に何か未来を感じます。チャレンジを諦めずに夢叶えて、人類にとってより宇宙が身近になっていくかもしれない、その入り口に立たれていると思うんですけど、そもそもなぜ宇宙を目指そうと思われたのか教えてください。子供のような回答で申し訳ないんですけれども、本当に行ってみたいという好奇心だけで、 ここまでたどり着きました。ここまでの道のりは長かったですかそうですね。見たことないものを見たいし、知りたいという、もう本当に好奇心です。本当に夢が叶っちゃったよっていうのと、リアルに宇宙ってあるんだと。そして、国際宇宙ステーションというサッカーコートぐらいある大きな鉄の塊が、 上空4 0 0キロメートルの地球上の軌道をぐるぐる回って実在するんだという、そのリアルなものを見た時に本当に感動しました。最初の YouTube 動画で頑張れば夢は叶うと発信されてましたが、前澤さんが改めて日本の皆さんに伝えたいことはどんなことでしょうか 国際宇宙ステーションに滞在中の前澤さん本人の YouTube より何かこう宇宙に来て改めて不可能なことってないんだなって思いました。人って強いなと思いましたし、技術の進歩だったり人類の進歩って本当にすごいなと思います。ですので地上で皆さんいろいろな悩みだったり、 考え事とかあると思うんですけれども、宇宙は広いですし、人類はもっともっと進歩していく、足元のことからでもいいと思いますんで、一つ一つチャレンジだったりを諦めずに夢を叶えて欲しいなって思いました。そこにたどり着くまでに諦めそうになったことはないんですかないですね。もうやるって決めたんで。 7年ぐらいここに来るまでかかりましたけど、途中で挫折しそうになったことはなかったです。悔しい思いとか何度もありましたし、思い通りに行かないことも何度もありましたけど、揺るがなかったわけですね。そしてたどり着いた宇宙で一番大きな発見はどんなことでした前沢優作さんが撮影した。 国際宇宙ステーションと地球本人のツイッターより宇宙が本当にあったという感じですね。頭の中では上空1 0 0トル以上が宇宙だとは知ってはいましたけど本当にそこまで到達して無重力状態になって体感して実感してっていうこと自体がもうすべて感動です。知るものは難しい。 前澤さんは宇宙でやってほしい100のことに挑戦するとおっしゃってますが、どれかやってみせていただくことはできますか一番簡単なところで言うと、無重力状態で浮くんで、ちょっと浮いてみます。浮いてますね。ちなみに、そこからストレッチしたり、スキップしたりできるものでしょうかできないです。浮いちゃうんです、体が。 スキップはマジでできないですね。難しいです。全然コントロール効かないです。慣れるまで、手洗い動画も拝見したんですけれども、お手洗いの方は慣れてきましたかまだ失敗はないですかトイレに設置されている吸引式の器具を紹介する前澤さん、本人の YouTube より、はい、未だに失敗なしです。 最初はかなり不安だったんですけど、他に実際こんなことが大変だったみたいなことはありました。食事は結構大変ですね。汁物だと汁ごと空中に散布されてしまうので何度も汁を食卓から逃がして、それを無重力の中で追いかけて口の中に入れるみたいなことやってます。面白いですね。 それでも、あえて汁物に挑んでるんですね。そうなんです。恋しくなるので、スープだったり皆さん飲んでますよ。日本のお味噌汁なんかを飲んでる飛行士の方もいらして、もう皆さん上手に飲まれてます。残念ながら、まだカップラーメンは食べてないんですけど、スープ系のものは何度かチャレンジしてます。 毎日がワクワクドキドキ。宇宙と地球の地上、どっちが居心地がいいですかそれは地球ですね。間違いなく、もう徐々にホームシックになりつつあります。本当ですかもうこのまま宇宙にいたいなんていう気持ちは、宇宙飛行士の方の中には一年ぐらいいらっしゃっている方もいますが、今回12日間の滞在で、 ちょうど良かったなと思います。これが5日だとやっと無重力になれたところで帰らなきゃいけないですし、1ヶ月だとちょっとホームシックになっちゃう感じもあるんで、12日というのは絶妙な滞在日数だなと思います。じゃあ、ちょっと疲れも溜まってきてますかいえいえ、全然疲れてないですよ。 もう毎日毎日ワクワクドキドキしながら過ごさせてもらってます。やったもん勝ち。今回の前澤さんの挑戦に対して、称賛する人もいれば、批判する方もいらっしゃると思います。いろいろな声がある中で、改めて前澤さんが伝えたいことは、どんなことでしょうか。まあ、もうやったもん勝ちなんで、 自分でお金頑張って稼いで夢叶っちゃって、もう楽しいしかないです。はい。申し訳ないですけど、宇宙でご覧になっている景色、どう見えてますか本当に地球は青いですし、本当に丸いんだって、初めてリアルに体感できたんで、ああ、いろいろな偉人の方々が言ってたことは、 本当だったんだというのを自らの目で見ることができて本当に感動してます。前澤さんを見ていつか私も宇宙に行けるのかなと想像している人もたくさんいると思うんですが、いつか前澤さんに続いていけるんですかね。どうでしょうかもちろん行けると思います。 お話ししてるように、宇宙酔いになれるまで3日5日ぐらいかかるのと、やっぱりそれなりに多額な費用がかかりますし、まだ訓練が必要になると思うんですね。そういう意味では、時間的にも精神的にも金銭的にも、かなり余裕がないとなかなか避ける場所ではないな、というのを今回改めて痛感しましたね。 サステイナブルな暮らしを考えよう。先ほどこれからの地球の未来について思いを馳せてると話されていました。地上に戻ってから今回の経験を活かしてどんなことを実現されていくんでしょうかまだ何も考えてはないですし、決めてないですけど、やっぱりここに来て思うことは、 例えば、水一つとっても大変なんですね。調達するのが、あと例えば、ゴミを出したら、それを捨てる場所もないわけじゃないですか。そういう意味で、やっぱり人間の新しい暮らし方、サステイナブルな暮らし方というものについて、世界全体で考えていくタイミングだなって思っています。 宇宙に来て、その考え方がより強くなりましたんで、地上でも自分の暮らし自体も改めて考えたいなとは思いました。SDGs を考えている今、多くの人が宇宙に接点を持ち始める。このタイミングで未来につながるいろいろな気づきを得られるということですね。はい、その通りです。 前澤さん、今日は本当にありがとうございました。また地球で元気なお姿を見られるのを楽しみにしております。こちらこそです。また地球でって言いたかったんで、また地球でお願いします。はい、また地球でありがとうございました。このインタビューのダイジェスト動画がこちらの YouTube のページでご覧いただけます。 番組はこちらから。クローズアップ現代プラス、民間人が宇宙へ新時代の幕開け2021年12月14日放送放送後1週間見逃し配信。前澤優作さん、宇宙から全員お金送りを19日午後6時に開始。電子マネーで配布、全員に当たります。 日本の民間人として初めて国際宇宙ステーション ISS に滞在している医療品通販大手ゾゾ創業者前澤優作さんが18日宇宙から全員お金送りというタイトルで自身の YouTube チャンネルを更新19日18時から応募者全員にお金を送ると告知した 18時以降、前澤さんのツイッター、インスタグラム、LINE の公式アカウントから URL にアクセスすると金額が抽選で決定される。前澤さんは全員に当たります。下はいくらから上はいくらまでいろんなバリエーションがありますと特徴を説明した。その上でアプリ、寄フタウン上で、 基本的な情報登録を済ませると、当選した金額が電子マネーで受け取ることができると説明した。また、抽選期間を一定の間確保するため、受け取ったお金を使えるまでしばらく時間がかかることも説明した。